抵抗の意思をなくす。で、チャンスの時に、すぐね、出してにしてください。で、1、2、3。で、内折り、ね。で、ナイフをダッシュしますから。手首の内折りなんで、こういう状態、肘の方向に、ね。肘の方向に。4本の手が手前にある方が引きやすいですからね。手の甲から拳ね。で、指の筋まで、ね。そしたら指は開いていきますから、ね。手首の方は引く。で、スライドして取って。実際はもう一気に難しそうだな。あ、上がる。パンパンパン。で、出し。落ちてもいいです。一発置いて、3、これから。で、こっち手首がこっちしっとりの。で、スライド。首を決めて、おお、なるほど。グー、うまい。取れた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 。取れが相手の体幹から離れるバランスも崩しますからっていう状態で、こういう状態でスライドしますで、引く、プッシュっていう状態で、ダッシュ、入れるようにしますちょっとグローブがね、やりやすい、やりにくいかもしれない取ってもいいですよ、グローブ取っても小賀さんの手首大丈夫ですか？痛そう。痛いね。山本トレーナーに代わってもらえますか？ちょっと一回僕が受けてみていいですか？股間だけ当てないようにお願いします。なるほど、なるほど。できたらナイフも取れる。なるほど。おお、うまい。お、すごい。稲妻、トライ。この状態でアタックかけてあげてください。こういう状態で、最初にやった状態の、距離があってナイフで、落とされた状態は払って打撃して距離を取れるようにしてください。で、また次は股間蹴りっていう状態で終わりました。終わりました。で、タイムのゴールでニュートラルします。もうそのままいきなりね、行ってもらっていいですか。この首元の状態は先ほどやったので、できたらナイフをダッシュして、はい、ドッ。すごい。ああ、頑張って。すげえ。
と5秒。はいはい、はい、ラストは、ラストは。お、後ろからナイス。あ、頑張って。お疲れ様でした。ありがとうございました。結構大変そうだけど難しかったですですね。複雑で、でもなんかナイフ奪えてましたね。慣れてきましたね。ですよね。何回も。いや素晴らしかった。本当に見てても難しいと思ってたんで。はい、ちょっとじゃあまた着替えてゆっくり感想を聞かせてください。はい、はい、まずはお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。クラブマガジャパンの大塚です。今回、6回目の取材ということで初の武器ということになりました。武器に対する誤信というのが一つクラブマガの特徴となっております。習っていくうちにこういったものもどんどん増えていくことができますので、ぜひ興味のある方はご体験お願いします。また、4月から、渋谷カルチャーワークスタジオが、新しい渋谷スタジオに移転となります。非常に綺麗なスタジオですので、ぜひ、そちらも、お越しいただければと思います。本日はありがとうございました。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。率直な感想じゃいただけますか。はい、やっぱりあの動きが複雑で、あと覚えるのが難しかったです。はい、確かに僕もね、ナイフはやったことないんですけど、見るからに1回で覚えれるようなもんじゃないんだろうなっていうのは分かりましたね。そうですね。ただなんか1回1回の動きが、はい、あのこう少なくて、ちょっとずつあの覚えさせてもらったので、はい、最後はなんとなくちょっと形にはなったかなと思います。撮ってましたもんね、最後のね、はい、気になったことがあって、はい、基本的に憩いさんっておっとりした性格なんじゃないのかなって見てて思ったんですけど、どうですか。はい、そうだと思います。そうですよね、はい、だから実践向きの技術をっていうのと、あとは強い女性っていうのをオープニングで言ってくれたんですけど、できればそういう目に合わないでもいてほしいなと思うタイプなんだなっていうのも分かったんですよ。その上でなんかすごい頑張ってくれたんで、はい、非常に良かったと思います。今日パートナーをやってた小賀さんが同じような体型でしたし、それで結構力の差というか、ね、打撃の差はすごいありましたよね。そうですね、すごい、あんまり小柄で汽車な体からすごいパワーを感じました。ですよね。クラブの中の練習をちょっとやってるようなレベルらしいんで、ちゃんと習うとああなれるっていうのが今日実際体験してもらえたのかなと思います。はいはい、じゃあちょっとオープニングで掲げたなんか実践に役立つ何かを持ち帰れたでしょうか今日は。はい、持ち帰れたと思います。なるほど。多分ね、危険な目に遭わないのが一番なんで。そうですね。はい、まずそれを最優先してもらえればと思います。じゃあ今日のですね、いおりさんの体験リポーター、はい、非常に頑張っていただきましたので、今日もですね、満額6000円お渡ししたいと思います。お疲れ様でした。6000円は何に使いましょうか。春の服を買いたいと思います。春になってきましたからね。確かにおしゃれが好きそうなので有効活用してください。ありがとうございます。はい、では今回はですね、素晴らしい体験をお届けしてもらいました。ではまた次回の体験リポートでお会いしましょう。社会に笑顔を届けよう。稲妻トライ。